光をうがて、輝く清掃シャイニングジャベリン。強烈を邪魔した小さき虫よ、その体を八つ咲きにして食らってくれるなどと申しております。人の言葉も話せぬ花垂れ小僧が。強烈、随分と自分勝手な奴のようだな。リンゼ、僕があいつを叩き落とす。そしたら翼をぶった切れ。了解です。マルチプル、光をうがて、輝く清掃シャイン。大きな氷の防御壁を僕の方に。琥珀はリンゼを守れ。こっちでござる。氷よ来たれ、永遠の氷壁、アイスボール。モデリング、マルチプル、光をうがて、輝く清掃シャイニングジャベリン。さすが主、スカッとしました。あ、もう一匹。我が同胞が迷惑をかけたようだ。謝罪する。話せるのか。我は聖域を滑る赤竜、暴走した者を連れ戻しに来たのだが。赤竜よ、想定に言っておけ。自らの玄徳くらいちゃんと教育しとけとは。この気配、まさか白帝様か。道理で黒竜ごときでは相手にも。勘違いするでない。そやつを倒したのは我が主だ。恐れ多くもこの小僧は我が主を侮辱しよったのでな。当然の報いよ。なんと、人間が白帝様の主ですと。重ね重ねのご無礼、平にご容赦を。ああ、まあ理由は分かったからいいよ。でも今回だけだよ。二度とこんなことがないように若い奴らに言い聞かせてよね。ああ、必ず。
まったく迷惑な。これだから想定はあらよ。みんなどうしたの？どうしたのって、大家さんは大丈夫だったんですか？全然なんとも。なんか理不尽でござるよ。もう大丈夫、ご無事でしたか。ありがとう、ユミナ。